刻は12時になりました。シエスタヨミタン FM ランチ、今日は12月23日火曜日ということで、眼中チャレンジをお届けいたします。この時間は毎週いろんなテーマに沿って健康につながるお話をしていきたいと思います。ということで本日のテーマはクリスマスです。どうぞ1時間お付き合いください。皆さん改めましてこんにちは。毎週火曜日このお時間はシエスタヨミタン FM ランチ、眼中チャレンジと題しまして、皆様の健康づくりを応援するパーソナリティの平田美希がお届けしていく1時間のトーク番組となっております。どうぞ1時間よろしくお願いいたします。ということで、まずはじめに天気予報をお伝えいたします。沖縄気象台11時発表、沖縄本島中南部今日は曇り、夕方から晴れ、降水確率このあと夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜0時まで 10% の見込みです。日中最高気温は19度、風は東の風、波は2メートルのち 1.5 メートルの予報です。続いて天気概況です。沖縄本島地方では空気が乾燥しています。23日は火の元、火の取り扱いに注意してください。沖縄地方は寒気の影響で曇っていますが、雲の隙間で晴れているところもあります。高気圧に覆われるため晴れ間もあるでしょう。明日24日は沖縄本島地方は高気圧に覆われておおむね晴れますが、気圧の谷の影響で次第に雲が広がり、夜は雨が降る見込みです。先島諸島は気圧の谷の影響で曇るでしょう。大東島地方は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。沖縄本島地方では空気が乾燥しています。23日は引
引き続き火の元、火の取り扱いに十分注意してください。沿岸の海域は先島諸島では波が高くなっています。海上や海岸付近では高波に注意してください。大東島地方で波が高く、沖縄本島地方では波がやや高いでしょうということでございます。ということでね、FM読谷から見える空はすごくいい天気で、外はきっとポカポカでちょっと暖かいのかななんてね思うんですけども、少し今日は風も落ち着いているかと思いますので、よく過ごしやすい気候になっているかなと思います。でもね、19度とまだ寒いかとは思うんですけれども、はい、夜朝昼と夜とではまたね少し寒さが違うと思いますので、暖かい羽織物はぜひね持ってお出かけしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで第一コーナーは健康環境課のお知らせをして、第二コーナーからは今行われているモデル授業でございます、スマホでヘコマッスルのお話をした後に、また第3コーナーはメールテーマに沿ってお話をしていきたいと思いますので、どうぞ1時までの1時間どうぞよろしくお願いいたします。ということで本日のテーマなんですけども、明後日クリスマスということでね、クリスマスをテーマに今日はお話をしていきたいなと思いますので、どうぞ皆様のメッセージをお待ちしております。ではアドレスを紹介します。すべて小文字で fm786@fmyomitan.co.jp、 すべて小文字で fm786@fmyomitan.co.jp です。FM 読谷のホームページからもメッセージを送ることができますので、どちらかを利用していただきたいなと思いますので、皆様のクリスマスの思い出など何かいろいろとお話があればメッセージいただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、じゃあ今日も頑丈チャレンジ進めていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。ということで今日はこの方ですので、コーナーよろしくお願いします。はい、ヤスの健康ユンタク、よろしくお願いします。ということでよろしくお願いします。はい、はい、あ、分かった。はい、はい、はい、でこれちょっとね CD デッキが新しくなったので、ちょっと操作にちょっと私もドキドキしながらですが、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。では健康環境課より、毎週お知らせしてるんですが、はい、また、特定健診のお知らせをまたいたします。はい、お願いします。はい、ですね、現在 の、 特定健診の受診率がまだ 30% で、はい、本当 60% 目指したいところなんですが、ね、来月の末までになんとか 60% に持っていきたいなと思っています。ねえ、はい、ね、60% が目標なので、ぜひ。そうですね、まだ半分ですので、ね、うん、で健診もう集団健診は終わってますので、はい、病院に予約すると特定健診受けることができますので、はい、はい、はがきを持ってですね、まず病院に予約をして、うん、ぜひ受診してほしいなと思います。はい、はい、お願いします。20歳から39歳までの方は緑の、はい、受診券になります。緑色です。はい、はい、で40から74歳の国民健康保険加入者の方は黄色のはがきになります。はい、黄色ですよ。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。で、あと75歳以上の方はオレンジの細長い、封筒に入って受診券が届いていると思いますので、はい、そちらを持って病院の方で受診してくださいますよう、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、はい、はい、で、あとですね、職場で検診を受けてるよっていう方がいらっしゃいましたら、はい、その職場での検診の結果を役場に届けてもらえると、うんうん、そうですね、はい、特定検診の受診率に反映することができますので、うんうん、はいはい、ぜひ職場で受けたっていう方は、国保加入者の方でですね、うんうんうん、職場で受けたっていう方は役場健康環境課まで検診の結果を提出してくださいますよう、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これってちなみにあれですかね、はい、ちょっと昨日というかふと思ったんですけど、はい、国保に入っている人で個人で持ってくる形になるのかな、ね、ってことになるんですかね。そうですね、はい、なんか、うん、そっか、国保と普通に健康保険に入っている人って
バラバラですもん。バラバラというか、うん、そうですね、ですもんね。社会保険の人もいれば、はい、ただ国保の方はに関しては、うん、個人的に役場の方に提出。そうですね、うん、はい、はい、役場で、ね、はい、コピーできるので、うん、持ってきてくださると助かりますので、はい、これがね受信率に、うん、関わってくるということですね、反映されるということですので、ぜひ、はい、今ね 30% ということでやっておりますので、はい、60% を目標にしてますので、ぜひ皆さんご協力よろしくお願いいたします。はい、はいはい、であとですね、婦人がん検診も、はい、婦人がん検診は今月31日までとなっていてですね、そうですね、こちらの病院の方で、はい、受けることができます。で、契約している病院がありますので、はい、お得な検診のお知らせ、リーフレット。リーフレット、はい、これですね、これですね。A4 サイズでね、はい、カラフルなリーフレットがございますのでね、はい、4月頃に配布されているかと思いますので、こちら26年度版で、はい、配布されていますので、ぜひそちらの方を確認して、はい、連絡先などね、住所もすべて書かれておりますのでね、うん、はい、確認して受けていただきたいなと思います。あとね、はい、子宮がんなどは乳がん、マンモが受けれるという場所によって、はい、異なりますので、うん、こちらの方もね確認して、はい、予約をしていただきたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。あと1週間ちょいですよね、はい、病院は多分30ぐらいは休みかなと思うので、うん、ちょっと ね、 そうですね、医療機関によって異なると思いますので、はいはい、そちらの方も確認してぜひ受けていただきたいなと思いますので、はい、お願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、この婦人がんの受診券は白い、はがきにピンクの文字でピンクで、はい、ピンクで字が書かれてますので、はい、こちらのはがきまた再発行をお願いしたい方は、うんうんうん、役場の健康環境課までご連絡ください、はいはい、電話番号が 982-9211 982-9211 となってます。はい、お願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、であとですね、はい、来月1月の健康ユンタク会のお知らせなんですが、うん、はいはい、来月はですね1月16日金曜日の午後2時から4時ですね、はい、で文化センターのリハーサル室で、うん、実況術体操、ちょっと言いにくいですけど、ね、これ言いにくいですよね、実況術体操っていうサークルがあってですね、はい、もう道具を使わず一人でもできて場所を選ばずにできるっていうことで、うんうん、なんかまあ、それぞれ自分のなんか凝ってるところ、関節とか、 なんか筋肉とか、 なんか筋とかそんなところをほぐすなんか体操らしいですね。すごい、はい、31種類もね動作があるということですので、はい、なんかちょっと私も一度体験したことがあるんですけど、なんかヨガっぽくて、はいはいはい、でもヨガでもなくてなんかすごく終わった後はすっきりするような、へえ、ぜひね一度は体験してまたね、はい、自分の体のどこが凝ってるとかね発見になると思いますので、はい、はい、ぜひ興味ある方は1月16日金曜日、はい、午後2時から4時までということですので、はい、ぜひ来ていただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。はい、あとですね、親子でクッキングの調理実習の募集なんですが、あ、はい、ありますね、12月の読谷広報にも載せてあります、うん、はいはい、でこちらですね来月の1月17日土曜日に、うんうん、教室を開催するんですけれども、はい、今現在4組の、うんうんうん、親子が応募しているということで、はい、応募してます。あと、はい、あとそうですね7組はい募集中ですので、はい、こちらも健康環境課までご連絡ください。はい、お願いいたします、はい、ね、こちらはね親子で楽しめるクッキングにクッキングになっておりますので、はい、ぜひ土曜日でお休みですので、皆さんというか親子で、はい、ぜひ参加していただきたいなと思いますので、問い合わせをよろしくお願いいたします、はい、もうねいろいろと作る経験っていうのはね、うん、こういう風にできる体験できるのはいいと思いますので、そうですね、うん、こちら参加無料でしたっけ、ですね、一組400円だですね、もうねありがたいと思います、ありがたいとかね楽しみながらできると思いますので、はい、ぜひ参加よろしくお願いいたします。はい、それでは第2コーナーも引き続き感情チャレンジをよろしくお願いいたします。それでは一旦 CM です。トン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 チャガンジュートントンワッタブッドネンナトン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 
島の読谷村。時刻は12時17分になりました。 FM 読谷の本スタジオより生放送でお届けしているシエスタ読谷 FM ランチ眼中チャレンジをお届けしております。本日は読谷村役場健康環境課から野生さんが、はい、来ておりますので今日は2人で一緒にお話をしていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ということで第2コーナーはあのヘッコマッスルの話をするんですけども、ですね、私たち、FM 読谷の方でですね、あの交通安全クイズちょっとやっておりますので、ちょっとこの15分の CM 明けはちょっと問題を出させていただきたいと思いますので、はい、皆さんメモのご用意をよろしくお願いいたします。はい、ということであの交通安全クイズということで年末年始に交通安全県民運動を実施にあたり、交通安全クイズをしております。クイズの出題はですね、今週っていうんですかね、12月21日日曜日から始まっておりまして、12月26日今週の金曜日まで、あの1日1問朝昼夜の3回クイズを出題しております。でこの、クイズの回答用紙なんですけども、 FM 読谷と、嘉手納町と読谷村のコンビニエンスストアでも置いております。またはあの給油所にも配布しておりますので、皆さんこの回答用紙を手に取って問題を解いていただきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。ではですね、早速問題を出させて問題を出しますので、はい、皆さんメモのご用意とよろしくお願いいたします。はい、ということで今日は12月23日火曜日ということで第3問ですね、第3問と、沖縄県では毎月1日と20日をノーマイカーデーと設定されています。丸か×かということで、丸か×かで答えていただきたいと、いただきたいなと思いますのでもう一回いきますね。第3問、沖縄県では毎月1日と20日をノーマイカーデーと設定されています。丸か×かですね。とまた、ノーマイカーデーとはということで、ちょっとあの私もちょっと今日初めてしたんですけども、はい、お知らせしたいと思います。はい、ノーマイカーデーとは運転の自粛と歩き歩き運動を推進し、都市部および周辺地域に流入する交通総量を抑制することによって、交通渋滞や違法駐車などの交通問題を少しでも解消し、安全かつ円滑な交通環境の改善を目的に設定されたものです。
ということで、これがこのノーマイカーデーが毎月1日か1日と1日と20日かということで月にあるか罰で、うん、そこに2回あるかどうか、うん、そうですそうです、うん、1日と20日この日で当たってるかどうかっていうね、あるか罰かでお答えしていただきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、はい、ということでまた45分にも問題出したいと思いますので、聞き逃した方はまた45分までお待ちください。はい、はい、ということで第2コーナー、はい、コーナーがございますので、ちょっと、はい、マッスルの話をしていきたいと思います。はい、ということで平成26年度県民の健康づくりモデル授業ということで、はい、働き世代の村民健康づくり活動定着促進授業ということで今行われております授業がございます。ちょっと、ね、長い文章ということでちょっとキャッチフレーズがあるということなんですけども、うん、はい、ということでスマホで、はいね、スマホでへこマッスルということで今行われている授業があるんですけども、ユミタンさんで20歳から64歳までの男女を対象に、うん、今回村民の健康づくりモデル授業を今実施しております。11月の、ね、末から、うん、2月の中旬頃までを予定して行われている授業なんですけども、はい、ね、メタボが気になる方、ダイエットにチャレンジしたい方、健康づくりに興味がある方ということで、ね、参加をしておりますので、いろいろと健康づくり、はい、いろいろと、ね、はい、教えていただきながら今行っておりますので、はいはい、ということでね、今週じゃなくて、うん、去った日曜日、去った日曜日ですね、はい、今、うん、行われた講習会があったということですので、はい、そちらのご報告も、ね、はい、よろしくお願いいたします。はい、なんか第5回目の、まあ、講習会が終わったということで、はい、約1ヶ月間この運動部、ね、不足部の、うん、活動について、はい、なんか振り返ってたりしたそうです、ね、今週21日、はい、ね、さて日曜日21日に、ね、うん、はい、今年、ね、最後に行われた講習ということで ね、 そうですね、まあ、はい、気づいた点ですとか、うん、まあ、反省点とか、うん、改善点とかをなんか話し合ったよということで報告がありました。そうですね、まずなんか先週も、うんうん、この間もなんかこの正しい立ち方と、はいはいはい、なんか寝方っていうことで、眠り方っていうことで、うんうんうん、なんか動作法っていう、まあ、体の、ね、なんだろう、これなんかバランスを取る正しい立ち方、うんうん、寝方をなんかレクチャーしてもらいましたっていうことで、はいはい、なんか仰向けに寝てみると、うんうん、なんか私はだいたい横になったりして眠るんですけど、私も横です、ね、仰向けがきついですもん、なんか、ね、きついのもあんまり意識したことはないんですけど、なんかやっぱり、ね、はい、仰向けが一番いいらしくてですね、仰向けがいいな、ね、なんか床と仰向けに寝て、ね、この布団、うんうん、床とあの腰の間に、うんうん、なんか隙間が空いてたら、空いてる、はい、ね、空いてますよね、そうですよね、なんか腰を反った状態になって寝てる癖がかかっているので、うんうん、まあ、そうですね、負担がかかってる、ね、腰に負担がかかっている、はい、そうですね、でなんか女性に多いらしいんですけど、なんか正しい立ち方を意識しすぎて、うん、なんか腰を反りすぎている人が多いっていうことのお話があったそうです、うんうんうん、でなんか私も初めて知ったんですけどね、なんかそれに入っていそうな感じが寝た時に、ね、はい、眠る時にやっぱ腰浮いてる感じがしますもん、だから枕をたまにちょっと、もうちょっときついなっていう時は腰に枕とかなんかクッション、うん、なんか置いたりしますね、うん、なんかそうなんですね、うん、なんかそんな話をしてたそうですよ、はい、であとはなんかこの、うん、まあ、この前の週も、はい、なんかこの股関節を意識して、うんうん、ね、動かす方がいいということで、話があったらしくて、うんうん、まあ、それを学れることでなんか腰とか背中の負担を和らげるということで、うんうんうん、またなんか繰り返し、はい、その講習があったらしいです、はいはい、あでもね、やっぱそれぞれ、うん、皆さん多分立ち方寝方っていうのはもうね、うん、もう当たり前のようにね、やっぱ生活をしているので、うん、こういう風に立つこと寝ることっていうのは ね、 そうですね、もう習慣になってて、うん、それぞれ癖がね、うん、ついているかと思うんですけども、そうですね、うん、それぞれに合った正しい立ち方寝方っていうのがあるということで、うん、今回習っていいですね、なんか私も知りたい、ね、多分私ダメ、そう、仰向けで寝るときついので、いつも 横向け、右左って横向けになるか、うつ伏せで寝ることが多いので、
なんか仰向けがいいんですよね、寝るときは、ね、多分なんかこのやっぱなんかあるんでしょうね、癖なんかついちゃってる癖があるはずなので、うん、なんか見てもらえたらいいです ね見てもらえたらなと思いますので、ちょっと今度機会あったら、なんか猫種とか前にもあったので行きたいなって思ってたので、うん、ぜひまたあったら情報ください聞いときますありました、はい、うん、ありがとうございます。そうですね、あと他にですね、なんかチューブトレーニングっていうことで、はい、あのなんかちょっとなんだろう、柔らかい長いゴムみたいな、なんかそういったのだと思うんですけど、はい、うんうん、あそれを使ったトレーニングっていうことで、なんかインナーマッスル、この体幹を整える、はい、なんかあの、まあ、運動が あるみたいですね、うんうん、あったみたいです。なんかこちらもなんか結構、うん、そうですね、筋肉使うので、うんうんうん、あのきついらしいんですけど、はい、まあ、みんなであのこれだ、うん、みんなでまたワイワイ楽しくなんか続けられたそうです。なるほど、やっぱね、一人でやるよりみんなで一緒に楽しくやるっていう、やっぱ楽しみながらやるっていうのもね、うん、そうですね、大事ですもんね。そうそうそう、長く続けてもね、続けられるのはやっぱり、ね、みんなで一緒にサークルみたいにね、うん、サークルみたいな感じでやる方がやっぱ、ね、みんなと会うっていう楽しみもね、うん、あるので一つの健康の、うん、一つだと思いますので、ね、そうですね、うん、なんかチューブトレーニングってすごいなんかホースみたいな長いものなんですね、うんうん、そうですね、なんかもうちょっと短めで、あ、なんか鉛筆っていうかシャーペンとかあんなぐらいの長さかなと思ったんですけど絵見るとすごいホースみたいな、すごい長い、なんかこう足で踏んで、うん、あのこの腕をまた手に持ってそれをなんか伸ばしたりとかしながら、このなんか脇腹の筋肉を伸ばしたりとか、はいはいはい、っていうやる方法も、もう、うん、なんかありますね。あね、あ、そっかそっか、そう、なるほど、手をまっすぐこうこうというか、なんて言ったらいいんだろう、そうそう、横に伸ばしたり、そうそう、筋肉ね、なんかでもこれでもお家にあったら、はいはい、はい、いいかもしれませんね、なんか一人でというかね、一人でというか家でも手軽にできる感じがするので、うん、そうですね、うん、ぜひ皆さんもこういったちょっとゴム状の見るものがあればお試しをお試ししていただきたいなと思いますので、はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、で、はい、あとはもう、うん、あのこのヘコマッスルがスタートして、はい、もう約1ヶ月ということで、ね、あっという間早いです。あで、はい、あのまあなんか、うん、ムーブアプリにこの、うんうんうん、記録する、まあ、運動どのくらいしたとか、うんうんうん、まあ、食事のことも記録してるようなんですけど、はい、まあ、そうやってアプリを利用することで、うんうんうん、なんか食事のバランスに注意することが多くなった気がするとか、うんうんうん、はい、気にかけるようになってみたいですね。あとこれは40代男性って書いてあるんですけど、はい、女の子にモテたいからお菓子を食べなくなったといいことですね。甘いのを減らしたんですね。そうですね、お、まあ、あとでもね、うん、こういうのもやっぱ大事だと思います。いいかもしれませんね、うん、でこのアプリにあの、まあ、運動習慣とか食事のことをアップするんですけど、うんうんうん、あの他の自分だけの記録じゃなくて、うんうんうん、このヘコマッスルに参加してる人の、うんうん、みんなの状況が分かるので、はいはい、はい、なんか面白いらしいですね。なんかね、みんなで一緒にいないけれどもアプリで一緒に共有しながらできるということですので、うん、楽しみながら行っているということですよ、はい、あと2ヶ月というね、短い期間ではありますが、皆さんも、皆さんとか参加している皆さん楽しみながら続けていってほしいなと思います、うん、はい、はい、ということで第3コーナーも引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで一旦 CM です。
時刻は12時31分を回りました。 FM 読谷の本スタジオより生放送でお届けしているシエスタ読谷 FM ランチ眼中チャレンジをお届けしております。ということでラジオはもちろんなんですけども、インターネットでも動画配信をしておりますので、皆さんそちらも合わせてご利用ください。誰か見てね。今日のね格好が見れますよ、はい、そうですね。はい、ということで第2コーナーはスマホでへこまつるの話をしていたんですけどもね、こちらはモデル授業ということで3ヶ月間ちょっとね、またモデル授業を行っておりますので、はい、ということでこういうふうに35名ですね、35名の方が健康づくりを今いるとね促進授業ということで活動しておりますので、はい、皆さんの応援と、そしてまたラジオを聞いている皆さんも少しでもね運動しなきゃな、自分もしなきゃなってねちょっと感じて少しずつ取り組んでいただけたらなと思いますので、はい、皆さんも少しずつ運動をよろしくお願いいたします。はい、はい、ということでね、去った日曜日21日にも、はい、行われたということで、ね、動作法の講習を受けての感想という方の20代の女性の感想も、ね、いただいていたので、ちょっとこちらも紹介したいなと思うんですけども、そうですね、今まで思っていた正しい姿勢が間違っていたそうですね、うんうんうん、そうなんだ、やっぱそうか、ね、なんか、はい、腰や背中にどれだけ負担をかけていたか、うんうん、分かりましたと。指導者の先生のレクチャーが自分に合っていて、うんうん、腰痛がすごく和らいだ20代女性ですね、なんかそうですね、うん、やはり先生が一人一人のこの受講者の方の様子もちゃんと見てくださって、うんうんうん、はい、なんかすごく、うんうんうん、あなたはこういうタイプだから、うんうん、こんな風にした方がいいよとかっていうお話がすごく細かくしてくださったみたいですね、うんうんうん、すごいなんかありがたいですね、うん、やっぱねそれぞれ癖があって、ね、正しいって思っていた姿勢が間違っていたり、うん、また、まあ、これで OK よっていうね再確認もにもなるかと、うんね、思いますのでね、うん、すごいもういいですね、はい、でなんか、はい、まあはい、来月ですね、来月、はい、1月4日からまた再スタート、うんうんうん、はい、するそうなんですけど、はい、1月4日はなんか新春ノルディックウォーキングということで、うんうん、ノルディック、まあ、はい、読谷の健康増進センターから、うんうん、ザキミ上司、はい、に、まあ、行くそうです。ノルディックしながら増進センターからザキミ上司、ね、どのぐらい歩いてどのぐらいだろう、2キロなさそうですけどね。あ、本当ですか。あんまり、うん、あ、そんな距離ないのか。あ、でも往復、あ、そうか、往復で、はい、結構いいかもしれませんね。30分1時間もかからないかな、もしかしたらね、うん、そうですね。で、まあ、途中鶴亀堂全財さんで休憩予定してるそうなのでこちらも楽しみだと思います。あ、全財もね、はい、美味しいし豆使ってるから体にね、うん、いいですし、はい、はい、この休憩も予定してるということですね。1月4日ぜひ村民のね、はい、皆さんもラジオ聞いてる皆さんで、あ、ちょっとノルディックやってるかもってね、ちょっと一緒に参加してもいいんじゃないですかね。そうですね、もしかしたら、うん、1月4日、1月4日は日曜日ですね。そうですね、日曜日ですので、はい、はい、ということで行われるということですので、参加される皆さん楽しみながら頑張っていただきたいなと思います。はい、はいはい、ということで、はい、うん、よろしくお願いします。はい、ごめんなさいね。では、第3コーナーからは、はい、メールテーマに沿ってお話をしていきたいなと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたしま す, いします。ということで安江さん、はい、今日のメールテーマは、そうですね、何でしょうか。はい、明日がクリスマスイブ、はい、明後日がクリスマスということで、はい、クリスマスの思い出っていう、はい、ということでについて、はい、はい、お話をね、はい、していきたいなと。クリスマスの思い出や、またクリスマスによく、はい、ま、もう私たち家族恒例、うん、高速恒例のなんか食べるものとかが、ね、うん、あったら教えて、ね、なんか紹介していきたいなと思うんですけども、はい、何かあります、はい、私たちはなんかよくみんなケンタッキーとか言うんですけど、はいはい、でも私たちはケンタッキーは小さい時はケンタッキーあったなって思うんですけど、最近は、うんうん、チキンの丸焼き、あ、ターキーって言うんですか、 あれを、はいはい、沖縄市のおばちゃん家があるんですけど、おばちゃん家の近くにこうやってたお肉売ってる、チキン売ってるところがあって、はい、そこに父が
もう毎年恒例でいつも買って予約して買って、うんうん、いつもそのチキンを食べております。ニンニクがすごい効いてて美味しそう。すごい美味しいんですよ。美味しそうですね。それをよくもう毎年、はい、買って食べております。なのでパーティーやるのかな、そういえば聞いてないななんか準備されるんじゃないですか。なんかね、いつも兄家族がいつもあの中心にやってくれてるので、はい、助かりますね、はい、もう私は行って食べる専門でやってる。美味しい、はい、美味しいものは食べて。そうなので、あとはねケーキね、あーケーキはやっぱりもう食べたい、ね、チョコが、私たち家族チョコ系が大好きなので、うん、チョコケーキとかよく、うん、よく定番ってありますね、うんうんうん、チョコかチーズケーキか、 あとはフルーツケーキか、あ美味しいですね。なんかもういっぱいですねでも集まるってなった時に、うんうん、誰が何を持ってくるって決めておかないと、そうですよね、同じ種類なんだろう、なんかケーキ2人持ってきたりとか分かるかするので、ちょっと役割分担をして、はい、ねえやってますね、日にちをずらすとかね、うん、そうですね2日続けて多分ケーキ三昧になると思うので、ちょっとね食べることが多い時期になるかとは思うんですけども、うん、はい、食べ過ぎには注意しながら、うん、またリセットもしながらね、はい、楽しみながらパーティーをしてほしいなと思うんですけども、うん、何か安江さんはありますか。ま、クリスマスって言っても、うんうん、なんだろう、毎年、なんだろう、食べ物とかは、はいはい、なんか和風な感じでおなんか鍋やったりとか、うん、あのいいです、ね、うん、そんな感じですね。よくテレビとか見てると、うんうんうん、なんかローストビーフ作ったり、うん、洋風にね、そうそうなんかしてるなんかのがしょっちゅう流れるんですけど、うん、うちは そうじゃなくて、和風なんですね。和風というか、まあ、な鍋したりしてますであとケーキ食べてって感じですけど、はい、でも鍋とかはしたことないな。でもケーキの、あークリスマスの時にいつもなんだろう、なんか今ド忘れしてる、いつもケーキ、うん、あーケーキしか頼むかもでも本当私もそう、一番はケーキ、今でもケーキ食べたいですからねケーキはねもうやっぱり絶対食べたいですよ ね食べたいですねそう、皆さん、あちなみに安江さんはどんなケーキが好きですか、うん、私何でも好きです。基本好き嫌いないので、うん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 、あったら何でも嬉しいです特になんか一番はあります？一番ダブルケーキとか、なんだろう、ガトーショコラとかチーズケーキがいいとかなんかありますか？あー、もう何でも好きなんですけど、やっぱりなんか見た目がすごくなんか色とりどりだったらすごい嬉しいですね。なんかハッピーになりますよね。ケーキでも一応ハッピーなんですけど、うんうん、また色とりどりになったらもっとなんか、そう、なんかウキウキというか、なんかデコレーション、テンション上がりますよね。いちごがあったりとか、なんかねフルーツがいっぱいあったりすると、うんうん、なんか色が鮮やかで、うん、わーってなんかちょっとテンション上がります。上がりますよね。うん、やっぱね。上がりますよね、うん、そうですね、あ楽しそうな日に、うん、ということでもうね、明日明後日は多分子供たちがいる方々はパーティーとか、うん、またねプレゼント交換とか、そうそう、ね、あるんじゃないかなと思うんですけども、うん、そうですね、うん、楽しみながら皆さんも子供たちもまたね楽しみながらしてね、うん、いけたらなと思う。そう、冬休みっていつからだろう。ああ26だ、25が最後って言ってたや。じゃあ今週、じゃあ今週で ね学校も小学生3学期生だから、そうだね、冬休みが26日からということなので、うん、明日明後日で学校も今年の学校も終わりということですので、うん、早いですね。早いね早い頑張れ小学生、ね、小学校の皆様もね、まあ、クリスマスでウキウキしてるかとは思うんですけども、勉強の方も最後まで、うん、今年最後までね、はい、楽しみながら楽しく頑張ってほしいなと思いますので、うん、はい、最後の日までよろしくお願いいたします、はい、はい、ということでちょっとメッセージも来ているので、メッセージの方も紹介いたしましょうね。はい、はい、ということでメッセージがこれがですね、ラジオネーム読谷大好きさんです。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。もう先週もねいただいてありがとうございますこんにちは。今日は暖かくなりましたね。昨日は冬至だったので寒かったです。ジューシー食べたので、冬は乗り切れるかな。今日のテーマはクリスマスですね。
思い出は、小学校5年生の理科の時間にヤンキーだった友達がサンタさんっていないってよ、親がプレゼント置いてるってよって話になりショックだったことを覚えてます。5年生にこの時、5年生の時にし、ね、あで まあ、5年生の時にそういったお話があったんですね。今考えると笑えますが、子供を喜ばせた親の気持ちが分かります。それとサンタさんいないって教えてくれたあのヤンキーは元気かな、そうこの季節になるとふと思い出します。いいヤンキーですね。でも本当にサンタさんは本当はいるんですよね。なんかいる、私いるって思ってます。あのフィンランドにちゃんといるんですよ ね、 ね、いるっていますよね。そうそう、私今でも一応信じてますよ。そうですよね。なんかそうそう、で世界中の子供たちのところに回れないから、うん、そう、そうそう、回れないからお母さんとお父さんにお願いをして、してもらってるって思ってます。ですよね。はい、サンタさんにね、そうそう、あと私もそう人生生きてる間に一回は会いに行きたいな、フィンランドに行ってみたいなって思うんですけども、本当ですよね、はい、たくさん、うん、ということですので、サンタさんね多分みんなのところに行っていると思うので、ね、明日明後日、あ、サンタさんが来る日は明日、明日か、明日ですね、楽しみですね。もう私のところにもサンタさん来るかな。来てほしいね、来てほしい、来てほしい、ちょっとお願いしたから来るかな。ということで、はい、クリスマス明日、明日、明後日とイブとクリスマスでありますので、うん、多分いろんなね、あのパーティーとかお友達同士とかでね、うん、多分パーティーとかするかと思うんですけども、うん、食べ物いっぱい食べて、そうですね、飲み物もいっぱい飲んで、うん、はい、忘年会に引き続きね、多分こういった行事が多いかとは思うんですけども、うん、そうですね、はい、皆さんもね、食べ過ぎにもやっぱ食べ過ぎは注意していただきたいなと思いますので、あ、じゃあ今日夜そのなんかパーティーするって分かっている、うんうん、いるじゃないですか、大体と、はいはい、まあ、そういった時にはなんか朝とか昼でちょっと食事の量を調整して行くと、夜は気兼ねなく食べて飲んで楽しんでもらいたいなと思います。はい、なんかよろしくお願いいたします。なんかクリスマスパーティーしますか。私はもう終わったんですよ、うん、あ、そうなんですね。あの忘年会も兼ねて、まあ、友達と集まった時に、はい、うん、毎年恒例でプレゼント交換もするんですけど、あ、最近ってかやってないな私。今年も今日そういうクリスマスこうプレゼント交換、うん、楽しいですよね。楽しいです。なんか何もらったんですか。私は、うん、あのなんかクッキーだったんですけど、あ、なんか嬉しい。でもそうですね、あの自分がいつ毎年準備するのも楽しくて、うんうん、予算もだいたいいくらぐらいっていうのを決まって、ね、で私はあのそうですね、まあ、女の人が集まるのが多いので、うんうんうん、なんか冷え性対策の、お、はい、なんかこのレンジで温めたら、うんうんうん、あの7時間ぐらい持つ北海道とか繰り返し使えるものとかがあるんですけど、はいはいはい、なんかそういったのを準備したりして、なんかそういった健康グッズですね。健康グッズをね、でもそういうのもらえたら嬉しいですもんね。はい、はい、ということで多分いろんな皆さんもプレゼント交換とかいろいろあるかとは思うんですけども、楽しんで、はいはい、今度のクリスマスも皆さんも楽しんでいただけたらなと思います。はい、はい、ということで第もうあっという間に第3コーナー終わるんですけども、はい、第4コーナーも引き続きちょっとクリスマスのお話をしながらまた来週のテーマもしていきたいと思いますので、はい、どうぞ頑丈チャレンジを1時までよろしくお願いいたします。はい、ということで一旦 CM です。
刻は12時47分を回りました、エンディングが近づいておりますが、引き続き時間いっぱいまでどうぞよろしくお願いいたします。ということで本日は読谷さん役場健康環境協会より野生さんと一緒にお話をしておりますよ、はい、あと7分半と少々なんですけど早いですね、はい、早いですね、はい、ということでは12時45分ということで、うん、はい、お待ちかね、お待ちかねかな、はい、なんて言ったら、お待ちかね、もう一回聞きたいですね、はい、交通安全クイズの問題を出題いたしますので、はい、皆さんメモのご用意をよろしくお願いいたします、はい、ということで年末年始交通安全県民運動を実施にあたり、毎年ね交通安全クイズを実施しております、うん、ということで出題は今、21日日曜日から出題しておりまして、うん、26日の金曜日まで1週間、1日1問朝昼夜と3回クイズを出題いたしますので、うん、皆さんクイズ問題をね聞き逃さないように、はい、メモを取っていただきたいなと思いますので、うん、はい、どうぞ今メモのご用意、紙と鉛筆のご用意をよろしくお願いいたします。はい、ということでこのね回答用紙なんですけども、うん、FM 読谷と嘉手納町と読谷村のコンビニエンスストア、うん、または給食にも配布しておりますので、ぜひ回答用紙を取っていっても、うん、取りに行ってもらって、回答して、30日までに読み、うん、FM 読谷の方に投函していただきたいなと思いますので、うん、よろしくお願いいたします。こちらね全問正解者にはね抽選で豪華景品も、うん、プレゼント楽しみですね。はい、去年生産も当たった人が周りにいたので喜んでましたよ。すごいなんか嬉しいです、うん、そうそう、ね、私は間違っちゃったから当たらなかったんですけど。あ、そうなんですね、はい、そうこの、ね、問題も発表回答と抽選の発表はですね、うん、年明けの1月3日、うん、FM 読谷では毎年、ね、新春特番をしているんですけども、うん、この新春特番内で発表いたしますので、うん、そちらの方も聞き逃しなくよろしくお願いいたします。ということで、はい、じゃあ問題をいたします。12月23日火曜日の問題、第3問です、うん、沖縄県では毎月1日と20日をノーマイカーデーと設定されています。もう一回いきます、うん、第3問、沖縄県では毎月1日と20日をノーマイカーデーと設定されています。こちらが丸か×かでお答えください、うん、ということでノーマイカーデーとはということで、うん、分からない方もいるかと思いますのでご紹介します、はい、ノーマイカーデーとは運転の自粛と歩け歩け運動を推進し、都市部および周辺地域に流入する交通総量を抑制することによって、交通渋滞や違法駐車などの交通問題を少しでも解消し、うん、安全かつ円滑な交通環境の改善を目的に設定されたものです、うんうん、ということでこのね設定されたノーマイカーデーの設定された日が毎月1日と20日、この2日間で当たっていれば丸、それ以外にももっとあるっていうね、うん、日にちがあるっていう方は×の回答をよろしくお願いいたします、うん、はい、ということで今日は第3問をお届けいたしましたので、また明日もね、はい、問題を出題いたしますので、うん、あと3問ですね、24、5、6とあと3問ございますので、うん、はい、皆さんお聞き逃しなく、はい、朝昼夜と3回出題いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします、はい、野生さんもぜひやってくださいね、はい、チャレンジします。チャレンジしてください、ね、今日コンビニ行って用紙もらってきます。あと FM みたいにも、あ、そっかそっか、渡しましょう、はい、はい、ということでラジオ聞いてるあなたもぜひ問題を、うん、解いていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで今日はねクリスマスをテーマにお話をしているんですけども、うん、クリスマスなんか過去の思い出を探ってねいるなんかプレゼントとかけど、そうプレゼントどんなのがありました、小さい時。小さい時プレゼントやっぱ何があったかな、ね、お菓子、あとは私キティちゃんが大好きだったので、キティちゃんの時計とか、うん、なんかドライヤーとか、あーかわいい、いいな、キティちゃんの何かが欲しくて、何かを買って、あと何が多分いっぱいあったんだけど、ね、なんか私の世代はピンクレディが好きだったので、私、はい、うんうんうん、なんか一番嬉しかったのはピンクレディのなんか弁当箱と、なんか水筒があったことを覚えてるんですよ。あ、はいはいはい、でもそれ以外は本しか覚えてなくて、うんうん、本しか覚えてない、絵本、うんうんうん、まあ、好きだったのも良かったんですけど、必ずなんか手紙も一緒に
入ってて、サンタさんからのお願いも一緒に、そうそう入ってましたね。キャー、いいですね。まあ、あれいい思い出ですけど。あ、やばい、もうなんか私なんかね、そう、ぬいぐるみも私なんだった、うん、ママごとっていうか、あんなの、ああいうのが好きだったので、うん、なんかぬいぐるみをいっぱいちょっと買ってもらって、うん、よくなんか自転車こぐぬいぐるみとか、なんか買って、うん、買ったを買ったって、買ったって、うん、もらったもらったサンタさんからね、もらったやつ、はい、でも羨ましいな、宇宙全然なんかそういったなんかぬいぐるみとか、なんかこのリカちゃん人形とか、あ、リカちゃん人形もあった、なんか私たちはそんなのなかったので、うん、羨ましいなそうだ、リカちゃん人形も、そうそう、人気でしたよね、うん、なんかリカちゃん人形の子供かな、姪っ子か甥っ子か分かんないんですけど、うん、なんか双子の、あ、はいはい、いましたよね、いましたよ双子の子がね、そうそう、あの子をも私プレゼントでもらった覚えがある、ね、あとちょっと家、なんていうんですか、うん、リカちゃんの家、うん、家って家かなちょっと記憶がちょっと薄れてるけどいいものもらってましたね、うん、なんか覚えてるな。なんかあれですか、家とかツリーとか飾ってました？うん、小さい時は飾ってました、ね、なんかそれも楽しみでしたよね、うん、飾り付けがとってもなんか楽しみで、ね、そうそうそう、懐かしいな、懐かしい、ね、ちょっと私たちはここ何年かやりきれてないでももうね、でもね、FM 読谷もいろいろクリスマスになってるの楽しい感じで、そうですよ、はい、FM 読谷のスタジオもクリスマスの飾りでいっぱいですのでね、うん、ぜひ来たことないという方は遊びにも見学もいつもしてますので、はい、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思います、はいはい、ということであっという間にちょっと1分になってしまったんですけども、来週のテーマをご紹介して、はい、ね、はい、来週は最後の、はい、今年最後の三重チャレンジになります、はい、早い早いですね、はい、でテーマは1年間の振り返りと、うん、また来年に向けての何か抱負があれば、はいはい、はい、お知らせしてほしいなと思います。はい、ということでね、来週の担当の方と一緒にまたお話をしていきたいと思いますので、はい、来週も今年最後の感受チャレンジですので、最後も聞いていただきたいなと思います、はい、ということで今日は安井さんありがとうございました。ありがとうございました。また来週もお願いいたします。はい、この番組は FM 読谷の本スタジオより生放送でお届けしているシエスタ読谷 FM ランチ感受チャレンジ。この番組は読谷村健康づくり推進協議会、読谷村役場健康環境課の提供でお送りいたしました。ということで来週は今年最後ですので、ぜひ聞いてください。それではまた来週、バイバイ。